回は6月28日の調整で回復量が 35-40% になったノーマルダイヤ方助けを紹介するよ。経力は指揮音で無力プラスに効果時間7カウント終了時に回復、広範囲の回復能力を指揮音で打てるから消耗性に強い経力。進め、槍が折れたか。沈まれ、私がこの国を守る。沈まれ。どうだ、ジ・エンドってやつか。大丈夫、この俺が欺かれただと。親方様、やってしまった。抜け、この槍がある限り使命を果たして。勝負はここからだ。進め。結局俺を頼るだろ。何度でも立ち上がってみせよう。進め。沈まれ。覚悟せ。沈まれ。命がけだ。徳川の誇りを見せつけよ。私がこの国を守らねば。覚悟せよ。抜け。覚悟せよ。覚悟せよ。覚悟せよ。発動。一の方、覚悟せよ。覚悟せよ。流派発動。三の方、やってしまった。使命を果たしてみせる。進め。進め。結局俺を頼るんだ。止まれ。俺が倒れちゃ。沈まれ。思い上がるでないぞ。見やれ、これぞ神妙なる大岡さばき。前期解放、覚悟せ。発動。二の方、準備は整っていますよ。前期解放。血をつなぎ紡いだ糸が
皆を守るのです。覚悟せよ、覚悟せよ、進め。いかなる妨げがあろうと落ち通る。大丈夫、リベンジってやつさ、受け取ってもらおう。こんなこともあるでしょう。沈まれ。見届けたかった。沈まれ。それ。なぜ動かぬ。沈まれ。進め。こんな感じで亡霊を打ちつつ消耗した頃に回復が入るから、広がってこられた時の対処もしやすい計略と感じたよ。見やれ、これぞ神妙なる大岡さばき。この槍が折れぬ限り我が心も折れぬ。今回は2試合やるよ。お相手様のデッキ、今回の情報修正を活用しつつ、カード同士の相互のシナジーがあっていいデッキよね。天子正久は効果時間を伸ばしやすくなったし、武蔵坊弁慶は何の回復で長い強力と相性いいし、そのどちらからでも目覚められる構築のお見事。俺が隠し奴だ。バカめ。進め。まだ飲んでいたかったんだが。丸くは収まらない。待てろ、クズが。ジエンドってやつか。進め。行け。ヒル。バカ。進め。ヒル。撃てろ。覚悟せよ、クズが。ヒル。勝負はここからだろ。当てろ。進め。やめろ。はあ、発動。一の方、進め。沈まれ。進め。徳川の誇りを見せつけよ。神宮島をなめんなよ。丸くは収まらぬか。クズが。当てろ。ジエンドってやつか。私がこの国を守らねば。クズが。お楽しみはここまでか。
って動け。当てろ当てろ。取り調べん。槍が折れたか。覚悟せよ。勝負はここから。覚悟せよ。当てろ。使命を果たしてみせ。何人切れるかな。進め。止まれ。駆け引きの本質は心得ている。流派発動。三の型。剣。真空刀をなめんなよ。当てろ。当てろ。この槍がある限り。行け。徳川の誇りを見せつけよ。静まれ。発動。二の型。よいち一世一代の戦いだ。風よ、黙って矢を運べ。天気解放。当てろ。バカめ。この国を守らねば。静まれ。時代は動いている。取り残されるな。戦機解放。静まれ。覚悟せよ。静まれ。お粗末様でした。なあ、だって動け。この俺が欺かれただと。使命を果たしてみせる。クズが。見やれ、これぞ神妙なる大岡さばき。お楽しみはここまでか。行け。進め。行け。見せよう。流派発動。見ろ型。主の邪魔をする奴は叩き潰してやるぜ。進め。行け。時代は動いている。取り残されるな。
切腹者だな。覚悟せ。丸くは収まらぬか。ご視聴ありがとうございました。